く、昼間なのに今日は風が涼しくてお散歩にちょうどいい天気ね。そうだね、もう冷房なしでも寝れる季節になったから電気代も浮くよね。ああ、そういえばたぬきさんの部屋、夜に入ったらいつも冷蔵庫みたいな気温になってるものね。蒸し暑い夜にはあれぐらいがちょうどいいよね。あ、ほら狐さん見てみて、猫ちゃんがいるよ。あら、可愛らしい黒猫ちゃんね。たぬきさんでも普通に撫でられるんじゃない？あ、ほんとだ、撫でても逃げない。よしよしよし、いい子だ。よしよしよし。ふと思い出したけど、このセリフって昔テレビに出てた人が言ってなかったっけ？あら、懐かしいわね。そのセリフといえば動物好きのあの人、ムツゴロウさんね。ああ、思い出した、ムツゴロウさんだね。そういえば最近テレビで見ないね。あの方も結構なお年だからね。20代以降の人からすれば動物好きのタレントイコールムツゴロウさんというイメージが強いけど、今の10代ぐらいの若い子は意外と知らない人もいるんじゃないかしら。というわけで今回はさかなクンに続いてすごい人間シリーズ第2弾、ムツゴロウさんについてその人生や生い立ちを詳しく解説していこうと思うわ。お、まさかの第2弾だ。改めてこのシリーズを説明すると、このチャンネルらしく生き物にまつわる功績を残した人物を紹介することで、生き物好きの偉人たちがどのような経歴で多大な影響力を持つようになったのか学ぶシリーズよ。ただの偉人紹介とはちょっと違うんだね。そしてムツゴロウさんの話を説明していく前の初注意だけど、今回は出生から現代に至るまでの経歴の話を中心にピックアップしていくから、破天荒な面白エピソードはごちゃごちゃするからまた別に動画にする予定よ。それとこの動画は史実を元に見やすいように一部脚色簡略化している部分があるから、もし史実通りのお話を知りたい方は自伝などを参考にしてちょうだいね。はい。愛称ムツゴロウさんで知られる畑正則さんは動物研究家としてよく知られているけど、実は小説家、エッセイストとしても活動しており、多くの著作を手掛け、1968年には日本エッセイストクラブ賞、1977年には劇団四季も受賞している菊池宏賞も受賞していたりする文武両道ならぬ文理両道のすごい人なのよ。やっぱりこの人もただの動物好きのおじさんじゃなかったんだ。畑正則さんは、1935年4月17日、福岡県福岡市で生まれ、父親が医者の家系に生まれるんだけど、時代から生まれて早々に様々な困難に直面するのよ。お医者さんの家って、お金持ちのイメージがあるし、安泰じゃないの？この時代といえば、1931年の昭和6年に起きた満州事変から、1945年昭和20年の太平洋戦争敗戦を駆け抜けた時代で、畑正則さんの父親は、物心つく前に満州国、現在の中国東北部に赴任したため、3、4歳の頃には、満州国を開拓するための村、満蒙開拓団で育ち、今では考えられないような過酷な環境で育ったの。開拓ってことは、生活もとても不便な環境だったのかな？そうね、開拓団といっても生活環境はピンキリ。畑さんは開拓の最前線の原っぱを切り開いたようなところに住んでたわ。当時の家を振り返って、ご本人はこのように話しているわ。子供の頃も泥作りのひどい家だと思ってたけど、大人になってまた見たらはるかにひどかった。全然裕福なお医者さん家系のイメージと真反対だった。そして太平洋戦争に突入し、大人たちは戦争のために駆り出され、物資や食料なども潤沢にあるわけもなく、もともとは5人兄弟の家系だったんだけど、父親が医者だったにもかかわらず、兄と弟を疫痢で亡くしているのよ。お父さんが見れば助かった命なんじゃないの？しかし、父親も軍隊のために身体検査で駆り出されており、自分の家族よりも国を優先したというこの話は、当時の新聞にも載るぐらいの美談として掲載されていたらしいわ。今の時代と考え方が違いすぎる。贅沢や文句など言えるわけもなく、戦争で家族もバラバラに、そんな激動の時代で幼少期を過ごした畑さんは、戦争の悲惨さ、醜さ、むごたらしさを、すべて生身で感じてきたのよ。今のあの大ママムツゴロウさんのイメージからは考えられないね。そしてお兄さんの受験もあり、満州国から日本に戻ってきた畑さんは小学生になり、父親の親戚に預けられることに。大分県の日田にある大きな農家の家で育ったお父さんはもともと長男で後継ぎをする予定だったんだけど、中学2年生の頃麦の穂が刺さって眼科に行ったんだけど、そこで事件
というか転機が訪れるの。すみません、目に麦の穂が刺さっていたもんですけど。どれどれ、ああこれは眼球にちょっと傷入ったかもしれないね。別に普通じゃん。この時、お医者さんはお父さんを見る前に臨病患者を見ていて、そのまま診察したものだからこれが映ってしまい、当時は失明するかもしれないと言われていた臨近性結膜炎を患ってしまうの。お医者さんが適当すぎる。しかし、別の医者に見てもらったことで無事完治することができたお父さんは、医者というのはすごい職業だ、俺も農家で野菜を作ってる場合じゃないと、一年発起して26歳にして夜間中学に通いつつアルバイトをして生計を立てていただけでなく、なんとこの時奥さんと生まれたばかりのムツゴロウさんもいたというからびっくりよね。ムツゴロウさんがあそこまでパワフルな理由はお父さん譲りなのかな。お父さんの話はさておき、小学生時代を親戚の家で過ごすことになった畑さんはまた苦難に直面するの。わあ、今日はごちそうなんだ、いただきます。会えた？いやしい子だね、みんなが先に決まってるでしょ。親戚と言っても所詮は他人の子供、最初は優しかった親戚の人もだんだんと畑さんを疎ましく思うようになり、日に日に差別的な扱いを受けるようになり、残ったものを取るのはもちろんおかわりも遠慮してしまい、空腹を満たすために近所の畑に忍び込んではキュウリやナスを盗んで食いつないでいたそうよ。うわぁ、こんなことされたら本当に人間不信になりそう。そうね、この時小学校3から4年生だったんだけど、信頼できるはずの人間でもこういう対応をすることに気づき、少しずつ心を閉ざしていき、小学生にしてすでに人間不信になっていたと語ってたわ。家族とも離れ離れで今の家にも居場所がないなんて、せめて学校は楽しんでるといいんだけど。これがまた学校もひどく、現在では問題に真っ先になるようないじめを受けていたのよ。嘘でしょ。当時の田舎は別の村や都会から来たいわゆるよそ者をひどく差別する風潮があり、親と離れ離れになっているから怒られないと踏んだ子供たちは畑さんをターゲットにしてきたの。ある時は物を投げつけ、市内の唾が頭に当たりダラダラと流血したと話してるわ。ひどいよ、これじゃあどこにも居場所ないじゃん。そしてようやく終戦から2年たち、親も満州から戻り、畑さんも小学校6年生になったものの、いじめはすっかり習慣化しており、それからも続いていたんだけど、ある日畑さんはブチギレたの。おい、悔しかったらやり返してみろよ、こいついつも黙ってるからな。おい、お前ら決闘するぞ。お、やんのか。覚悟を決めた畑さんは、3歳年上のいじめっ子に決闘を申し込み、竹の棒を片手に向かい合ったわ。よし、来い。おら？今だ。あら。容赦なく反撃した畑さんの振りかぶった竹の棒は、いじめっ子の頭に直撃して大出血し、勝利を収めたの。今の時代じゃ考えられないぐらい破天荒な時代だな。もともと明るい性格だった畑さんは、いじめで悩むこともなく、最終的に仕返しもしたことでいじめも収まり、そのまま中学時代に突入するんだけど、ここで奥さんと知り合うことになるの。奥さんとの出会いは、隣のクラスの学級委員長同士で、一緒に事務作業をしていく中で恋が芽生えたそうよ。中学生の頃に出会って、そのまま結婚とかロマンチックだな。でも、当時は昭和初期、中学生が恋愛をするなんて、早熟も早熟な時代だから。学校にもちろん認められることもなく、むしろ、学校の先生が発見して、両親に告げ口をして。畑くんは女の子と付き合ってるみたいです。これ学校にバレたら退学ですからね。と、今じゃ考えられないぐらい厳重に注意されてしまったそうよ。親に告げ口なんて、そこまでしなくても。当時のお堅い時代からすれば、恋愛自体がナンパなものだし、中学生でそんなことはけしからんという風潮だったのよ。男女がデートするのも珍しいし、田舎の喫茶店でカップルが一緒の席にいるだけでも大騒ぎになるぐらいね。ああ、今の自由恋愛の時代に生まれてよかった。でもそれだけ周りが厳しかったらカップルとして成立しないんじゃないの？どうやって結婚まで進んだんだろう。パパさんは大人の反対を押し切り、博多まで一緒に出かけてこっそりデートしていたのよ。でも、電車の中や人の目が多いところでは離れ離れで座らないといけなかったから寂しかったそうね。ああ、切ない話だな。そして、高校卒業まで過ごすんだけど、ここでムツゴロウさんの学力について軽く触れておこうかしら。そういえば、どれぐらい勉強できるんだろうね。やっぱり学校も大変だったし、まともに勉強できる環境じゃなかったから、そうでもないのかな。
東京大学理科2類に現役合格してるわ。え、東京大学って、あの。そう、東京大学、つまり東大に現役合格する学力を持っているのよ。高校の時に塾とか行ってたのかな？いいえ、畑さんは元から知的好奇心が旺盛で、寒い満州で暮らした幼少期は、文学少女の母親が持っていた三国志や宮本武蔵などの偉人伝を読み漁り、活字を読むことに没頭し、中学の頃には4歳年上の兄が持っていた物理に関する本も1週間で読みふけり、とにかく知らないことを学びたいという一心で新しいことをどんどん取り込んでいったわ。すごい、僕なんか今でも漫画しか読まないのに。そんな活字大好き少年だった中学生の頃、兄の担任の先生はデイビッド・コパフィールドという原著のままの長編小説の本を渡してくれたのよ。原著？全部英語で書かれているということね。ほえ。最初は難しかった本も辞書を引きながら読み進めていくうちに、半年ほどで英語は読めるようになり、高校生の頃には日本語と同じ感覚で英語の文章を読めたと話してるわ。嘘のような話だけど、実際に大人になってから翻訳の仕事も手掛けているわね。だから東大に向けての勉強も楽勝で、落ちるはずがないと自信に満ち溢れていたそうよ。天才だ、ムツゴロウさんはガチの天才の人だった。でも東大現役合格なんて、お父さんお母さんはすごく喜んだんじゃないかな。いいえ、畑さんは両親に東大理科2類に合格したことを言えない理由があったのよ。え、どうして？畑さんのお父さんはお医者さん、医者の家系は子供も医者になるのが当たり前だったのよ。当時の理科2類は生物学、医学、地学を勉強するものの医者になることはできない。どうしてその学力を持ちながら医学部を選ばなかったのか、厳しく問われるのは目に見えていたわ。確かに頭が良かったなら後を継いでくれると期待するよね。畑さんは黙ったまま東大に通い続け、大学院に進み、研究室でアメーバの生物学研究に携わることに。そこである転機が訪れるの。それは北宮正人親王との交友よ。え、あまり詳しくないけど、その人って天皇家の人だよね。ええ、大学院で信仰を持ち、結婚した時の記念品として霧の箱に入った菊の御紋が入ったタバコをもらい、これはすごいものだと夜行列車で家に帰り、父親にその記念品を渡し、自分が理科2類に進んだことを告げると、泣きながらそれを許してもらったそうよ。すごい。でも勉強熱心で裏表のない性格だったからこそ信仰を持てたんだろうね。そして大学院時代、ここで中学の時から付き合っていた奥さんと学生結婚することになるの。え？収入もないのに大丈夫なの？この時奥さんも体を悪くしていて、少しでも安心させたいという気持ちと、満州で培った後ろ盾がなくてもなんとか生き抜けるはずというタフな精神力で踏み切ったそうよ。本当に当てがあるわけじゃなかったんだ。アメーバの研究を進めていく中で、畑さんは入学するときに迷った文学部がどうしてもちらつき、どうしても文学の道を諦めることができず、研究室の机に常に原稿用紙を置いていたの。活字は好きだったから、やっぱり本を書きたいって気持ちがあったんだね。とても頭の良かった畑さんだけど、ここで挫折を味わうことになるの。え、どうして？好奇心旺盛な畑さんは、アメーバの研究結果を論文にまとめるよりも、観察に夢中で手が止まってしまい、目的である論文も進まないから、書き手としての執筆活動も進まず何も残すことができず、さらには、奥さんが妊娠していることも判明して、人生の岐路に立たされることに。そんな、何もかも中途半端という現状に溺れ、自殺寸前まで精神的に追い詰められ研究室を逃げ出したの。ちょ、奥さんとか研究室とかどうするの？それは、後編へ続く。逃げ出したことで、大学院の研究はここで強制終了。今でも東大を修了しているのか、未修了なのか、畑さん本人も分かってないそうよ。もったいない気がするけどしょうがないね。そして、そこまで何もかも投げ出してたどり着いたもの、それは、ゲームルよ。ああ、ムツゴロウさんがダメ男になっていく。畑さんは、東京にかつてあった山谷という場所の宿で寝泊まりすることにしたんだけど、そこに泊まるための宿泊代をギャンブル、主に麻雀で稼いでいたわ。そんなその日暮らしな生活なんて長く続くはずないじゃん。ところがどっこい、麻雀の才能が開花して勝ちに勝ちまくり、しっかりと奥さんに仕送りはしていたわ。この人まさかのギャンブルも天才なの？
ちなみに畑さんは現在、日本プロ麻雀連盟で10段、つまり最高位に位置する超実力者なんだけど、それについては、また別のお話ね。僕のムツゴロウさんのイメージが。サニアの宿は当時、1泊450円の連れ込み旅館だから、そういう不埒な関係の女性も出入りしていたんだけど、ある時そこで知り合った女性からこう言われたそうよ。あなたは本来こんなところにいる人間じゃない。今すぐ離れないと本当にダメになるよ。と、説教をされて我に帰り、家に戻って就職先を探すことにしたの。よかったよかった。これで奥さんも一安心だね。その後、畑さんが新聞を眺めていたところ、文部大臣賞を受賞した学習研究者という会社が目に留まり、そこの映像部門に就職して、学習映画などの制作に携わることになったの。学習研究者？何それ有名なところ？ああ、それは昔の名前だったわね。現在では、学研ホールディングスという名前の会社に変わってるわ。学研？学研？誰でも一度は聞いたことのある会社よね。学習塾や学習教材などの教育サービスを提供したり、介護や子育て支援事業も行っている超大手と言われる会社よ。有名な出版物だと、大人の科学、ムー、花丸キッズ、アニメディアなどを手掛けているわ。そんな大手に入社できちゃうのもやっぱりすごいな。学研も理科関係の学習映像を多く作ってたから、東大の大学院まで進んだ知識を生かしたいと考えたのよ。ただ、映像制作だけでなく、出版会社でもあったから、1年目は原稿取りなどの作業にも走ることになり、3年の科学という本の作者の家に原稿を取りに行ったとき、興味本位から科学系の質問をいくつか投げたところ、それに全然答えることができず、結果的に恥をかかせた形になり、会社にクレームが行ったこともあるそうよ。まあ悪気はなかったんだろうけどね。安定した会社、安定した生活を手に入れることができたはずだったんだけど。だったんだけど。会社にクビにされてしまったのよ。え？何かやばいミスでも起こしてしまったの？そうじゃなくて、畑さんが別の出版会社から辞書を出してしまい、それが問題になったのよ。どういうこと？普通、自分の会社が出版会社なら、自分の会社から本を出せばいいんじゃないの？ええ、それが普通よね。学研に勤めていたある日、別の会社から来た制作の依頼をしにブローカーが訪ねてきたんだけど、結局その話はまとまらずお流れに、しかし別の日に、その人とばったり街中で出くわし。今度出版社を立ち上げるんだ。よかったら俺のところで何か書かないか。この話に舞い上がった畑さんは、当時執筆していた学研の社内法向けに書いていたコラムを渡してしまい、1967年、我ら動物皆兄弟という一冊の本を出してしまうことになるの。いや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 、社内向けのもの渡しちゃダメでしょ。妙な形で夢が叶ったものの、これが学研内で問題となってしまい、畑さんは首を切られてしまったのよ。こりゃフォローすることできないよ。本を出したものの、作家として生計を立てていく自信はなく、再び無職に戻ってしまい、ふらふらと喫茶店に流れ着いたところで、学研時代にお世話になった広告代理店の人に再会したの。弱っていた畑さんは、首を切られてしまった経緯など事情を説明したところ、だったらうちで仕事すればいいんじゃない？と、まさに捨てる神あれば拾う神ありを地でいく展開になったのよ。お、めちゃくちゃついてるね。そこでは主に、コピーライターとしての活動をして、毎日2から3冊の本を読んで、書き手としての実力も磨き、1968年には、我ら動物皆兄弟が日本エッセイストクラブ賞を受賞し、めきめきと作家としての才能を伸ばしていったものの、畑くんはここにとどまるべきじゃない。会社を辞めて羽を伸ばすんだ。という部長の勧めもあり、多数の連載を抱えたまま、売れっ子作家として会社を退社することになったの。あれ？僕のイメージだと、テレビで動物好きのタレント活動をしてる人って感じだったけど、ここまでむしろ、作家がメインの話ばかりで、全然生き物出てこないよね。それに、ムツゴロウさんって名前も全然出てこないし、どうなってるの？畑さんは、生物学を専攻していたから、生き物の知識はプロレベルなんだけど、この時までは、作家としてしか功績は残していなかったから、知っている人もそこまで多くなかったわ。でも、1971年、36歳になった畑さんは、ふとこう考えたの。自分の生活を大きく変えてみたいな。うんうん、人生長いから、そう考えることもあるよね。そんなある日、小学生になった娘と、夏休みにスキーに出かけていた時のこと。
わーい、お父さん楽しいねー。ほらほら、ちゃんと前見て滑らないと転ぶぞー。あ、お父さん痛いよ。指にトゲが刺さったよ。娘さんの指に植物のトゲが刺さり、それで泣いている姿を見て、これじゃいかん、鍛え直すために移住するぞ。どういう展開？まあいつか実行するつもりだったけど、この出来事も人生を再出発する大きなきっかけになったと話してるわ。それから生活環境をガラリと変えて、ムツゴロウさんとしての人生がスタートするのよ。どこに向かったの？その行き先は北海道の無人島よ。いろいろぶっ飛んでる。これが生活を大きく変えてみたい、娘を鍛え直したいという目的を叶えるのにベストだったのよ。無人島に生活環境を移した畑さんは、出版社から勝手に名付けられたムツゴロウというあだ名を使い、1970年からムツゴロウの博物誌という連載タイトルを東京とやり取りしながら出版し続け、生き物に詳しい作家として少しずつ有名になっていったわ。あのあだ名って、そんな適当につけられたものだったんだね。そしてムツゴロウさんはかねてより飼ってみたいと思っていたヒグマを飼育していたんだけど、あんな恐ろしいクマを飼育できるの？1971年から1973年の2年間、後にムツゴロウさんはエゾヒグマを漁師から譲り受け、どん兵衛と名付けて本当に飼育することになるんだけど、詳しくはまた別の動画で話そうかしら。とにかく、クマを育てるために広い敷地が必要だったため、それまで稼いだ印税や給料を使って、1972年に、北海道厚岸郡浜中町に約450万平方メートルのムツゴロウ動物王国という動物と触れ合うための施設を作り、本格的に動物と一緒の生活がスタートするの。お、その名前はテレビでも聞いたことあるよ。動物王国は一般非公開で、採算の外資で、とにかく赤字にしかならない経営を続けていたんだけど、熊との暮らしや動物王国での実体験などをもとにノンフィクション作家として生計を立て、1977年に菊池博史賞を受賞し、1978年にはさらに乗馬体験などができるムツ牧場を設立、1979年には学研時代の映像制作のノウハウを生かして東京、北海道に株式会社ムツプロを設立し、1980年に一躍有名になったきっかけであるムツゴロウと愉快な仲間たちのテレビシリーズが始まるの。すごい、毎年大きな変化があるけど、1980年の時にはもう45歳だよね。ええ、ムツゴロウさんの勢いは年を重ねていくにつれてパワフルになり、1980年から始まったこのシリーズは2001年までフジテレビ系列で放送され、多くの人々を魅了したわ。20年以上も続いていたんだ。じゃあ僕もこのテレビで知ったのかもね。世界中を旅しながら、どんな動物にでも体当たりで触れ合うお茶目な姿はお茶の間で話題となり、テレビやマスコミに引っ張りだこ。でも執筆活動をやめることはなく、1986年には子猫物語という映画の監督を務めることになるの。執筆活動もタレントもしてるのに映画監督もやっちゃうなんてマルチな才能すぎる。この作品も全国で話題になり、観客動員数約750万人、配給収入54億という日本実写映画の歴代興行収入3位にも位置するレベルの超人気映画になったのよ。こういったメディアへの露出を重ねていくことで、感銘を受けた人が動物王国にヘルプに来ることもあったり、とにかく自分の好きなことを続けていった結果、すべて後からついてくるようになったのよ。テレビもエッセイも映画も全部ヒットしててすごいな。ってことは、絶好調のまま引退して、今はひっそり生活しているのかな？まさかの困難が待ち構えていたのよ。え？ムツゴロウさんの人気にあやかろうと、近しい人物がある話を持ちかけたのよ。ムツゴロウさんの名前を知らない人は全国どこにもいないですよ。ぜひ北海道の動物王国を東京にも出してみるのはどうでしょう。そんな誘いを受け、北海道の動物王国をぜひ東京の子供たちにも体験してほしい、動物と触れ合ってほしいという思いから、2004年、ムツゴロウさんは知人の会社に経営を委託して、北海道とは違い一般向けに動物に触れ合える東京ムツゴロウ動物王国を開園したの。え、むしろ東京進出できて順調じゃない？ところがどっこい、経営に関しては無頓着で全て一任していたことがあだになってしまったのよ。当初の見込み動員客は大きく下回ってしまい、なんと翌年には土地代の支払いも従業員の給料も未払いに。え？2007年には閉園を余儀なくされ、
名前貸ししたムツゴロウブランドを踏みにじられた結果になり、負債総額8億円、ムツゴロウさん個人も72歳にしてなんと3億円もの借金を抱えてしまうのよ。これってムツゴロウさんは被害者なんじゃ。給与未払いなどでムツゴロウさんもバッシングを受けてしまい、あれだけもてはやしたマスコミも手のひらを返して全ての責任があるかのように叩いていたわね。こういうのは目立つ人に攻撃が行くし、安易に名前を貸しちゃいけないということが学べるわね。まさに一気に天国から地獄だ。しかしこれにめげることなく、テレビ出演や動物学校での講師、トークショーや出版物の印税収入などで、2014年9月にはなんとこの借金をすべて返済したのよ。お、さすがムツゴロウさんパワー。でも82歳になった2017年末には体を悪くして心筋梗塞で危ない状態だったのよ。え、それは大丈夫なの？3週間も意識がなかったそうだけど、一命を取り留め、起きたらすぐにペンと原稿用紙を手に取って執筆してるし、まだまだ現役のノンフィクション作家、そして動物研究家として精力的に活動してるわ。そうなんだ。やっぱりムツゴロウさんはそうでなくっちゃね。最近ではテレビ出演が減って、実は生き物は好きじゃなかったなんてトンチンカンな記事も出てるけど、実際は体力面の問題から体当たり取材ができなくなったり、年齢的に生き物を飼うにも責任が持てないという生き物のことを知り尽くしているからこそ距離感を保っているに過ぎないのよ。そうなんだ。やっぱりタレント活動も体力を使うからね。ちなみにテレビで野生動物を撫でまくってるのも、あれは表向きのキャラクターで、実際はカメラの外で何時間も鳴らしてから触れ合っていたそうだから、安易に真似しちゃダメよ。以上がムツゴロウさんのこれまでの経歴にまつわるお話よ。すごい濃密な人生だからだいぶ長くなっちゃったわね。陽気な動物好きおじさんのイメージだったけど、たくさんの苦労があって生まれてたんだね。それに作家としてそこまで活動してたなんて知らなかったよ。そうね、エッセイだけでも100冊以上出版してるし、連載作品や小説、出演番組も合わせれば数えきれないわ。この動画ではかなり省略してあるから、もしムツゴロウさんの人生が気になった人は、幼少期を知りたいならムツゴロウの少年期、中学から大学受験までを知りたいならムツゴロウの青春期、愛と結婚生活について知りたいならムツゴロウの結婚期、育児について知りたいならムツゴロウの娘よ、無人島生活について知りたいならムツゴロウの無人島記を読んでみるのがおすすめよ。今回はいつになく紹介する本の数が多いね。まあ作家さんだからどうしてもね。映像作品はなかなか出回ってないから、ムツゴロウの愉快な動物図鑑とかをツタヤとかで探してみるといいわ。そして今回紹介できなかった無人島での極貧生活、テレビでのとんでもエピソード、ヒグマのどん兵衛の話などなど、紹介できなかった話はまたいつか機会があればお話しするわね。待ち遠しいな。キツネさん、お腹すいたよ。キツネさん。あら、タヌキさんいつの間に来てたの？もう、お仕事中なのはわかるけど無視しないでよ。はいはい、そこにおやつがあるから夕飯までそれで持たせておきなさい。おやつ。ほらこれよ。ひぃ、何これ、怖すぎるんだけど。これは九州のエイリアンとも言われてるワラスボを干物にした名産品よ。思いっきりエイリアンとか言ってるし、食欲が起きない。もぐもぐ、すごく美味しいのに変なタヌキさんね。それで今日は何の作業をしてたの？ああ、今日は以前出したムツゴロウさんの動画のコメントをチェックしてたのよ。懐かしいね。子供の頃から濃密な人生送ってて面白かったな。動画のコメントでも素敵な感想がたくさん届いてるみたいよ。逸話の一部分を知って波乱万丈な人だと思ってたけど、予想以上にすごかった。前後編大変面白かったです。ムツゴロウさんの動画濃密でした。ムツゴロウさんといえば動物ぐらいしか知らなかったので、ここに至るまでの困難と現在の様子が分かってよかったです。自分はテレビに出てたムツゴロウさんしか知らなかったので、そんな壮絶な過去や奥さんとの馴れ初め、作家活動や借金騒動があったことなど全然知りませんでした。いろいろなことを教えてもらいありがとうございました。みんな喜んでくれてるみたいでよかったね。ただ一つ心残りがあって、生い立ちを中心に話したせいで面白いエピソードを紹介しきれてないのよね。そういえば最後の方でそんなこと話してたね。さらなる続編を期待します。本当にロックな人生、続編もぜひぜひ楽しみにしてます。と
リクエストの感想も多かったから、早速、そのエピソードについて紹介していこうと思うわ。お、これは楽しみ。というわけで、今回紹介していくのはムツゴロウさん伝説についてよ。で、伝説って言い切っちゃうんだ。ムツゴロウさんの破天荒なエピソードを知っている人からすれば、これは大げさな表現じゃないとわかるはずよ。たぬきさんも、この動画が終わる頃には、ムツゴロウさんが伝説の人ということにきっと気づかされるわ。またまた大げさだな。それじゃあまず最初は、軽いジャブで野生のワニと泳いだという伝説よ。ジャブが強烈すぎる。ムツゴロウさんといえば、ライオンやゾウなどの大型の動物にも、果敢に体当たりで触れ合うスタイルが有名だけど、それは、川の猛獣であるワニに対しても例外ではなかったわ。ワニがどれだけ恐ろしいかというと、噛む力は世界最強と言われており、その強さは、大型のものになると。約1トンから2トン。にもなると言われてるわ。キロじゃなくてトン。もし噛まれたりしたら、頭蓋骨でも一発で粉々になるでしょうね。ひぃ。テレビ番組、ムツゴロウの愉快な動物図鑑の中では、野生のワニに近づき、目と鼻の先まで近づいて、仲良しな姿を見せてたけど、実際のところは、もう二度とやりたくない。と、インタビューで明かしているほど、触れ合った動物の中ではかなりの恐怖を感じたそうよ。確かに表情もわかりづらいし、噛まれたら一巻の終わりだからね。次に紹介するのは、牛のおしっこを直飲みしたという伝説よ。おえー、もしかして食事中の人もいたかしら。これはめちゃイケで放送されていた映像を確認したけど、確かに飲んでたわね。あれはどういうシチュエーションかわからなかったけど、手で受け止めるようにして。美味しそうですね。とりあえず本当なのは分かったからストップ。はいはい、それじゃあ次に行きましょうか。次に紹介するのは、ジャガーにじゃれつくという伝説よ。もはやムツゴロウさんなら普通にやりそうと思うのが恐ろしい。これは人に飼育されて鎖につながれていたんだけど、ムツゴロウさんはそんなことを気にすることもなく撫でまくり。こうやってるとですね、リラックスしてですね、噛まないんです。噛んでる。しかし、全く気にすることなく、逆に口を噛み返して、ひるむどころか正面から抱きつくようにして、首に噛みつこうと飛びかかってきても、とっさに避けて撫で続けるという荒行に出ていたわね。むしろジャガーの方が困惑してそう。次に紹介するのは、狼と愛し合ったという伝説よ。あ、愛し合った。これはインタビューで残ってたけど、発情しているオスの狼がうつ伏せて寝ているムツゴロウさんを見かけ、そのまま前足を使って抑え込まれた状態になってしまったの。うひぃ、それはどうなっちゃうの。それは、ひ、み、す、ムツゴロウさん。まあインタビューでは体操を守ったと話していたから安心してちょうだい。次に紹介するのは、カタツムリを食べたという伝説よ。え、今なんだって。カタツムリを食べたのよ。あの、昔カタツムリって関東中血栓虫とかヤバい寄生虫がいるって。ええ、あれは真似しちゃいけない、めちゃくちゃヤバい衝撃映像だったわね。その時、ムツゴロウさんはワシントン州の海外ロケでカタツムリを見つけ、最初はじっくり観察してたんだけど、次の瞬間、ひょいと手に取り、いやー、ムツゴロウさん、今すぐ吐き出しなさい。あ、おいしい。と言って、カメラの前で食べちゃって、同行してた外国人も青ざめてたわね。繰り返しになるけど、絶対真似しちゃダメだし、どんなリスクがあるかは、関東中血栓虫の動画を見てちょうだいね。そして次に紹介するのは、アナコンダに首絞めされたという伝説よ。絶対死んじゃうって。アナコンダといえば、体長4メートル以上の大蛇で、どんな獲物でも絞め殺すことができるパワーを持ってるんだけど、ムツゴロウさんはふとある時、こう思ったの。人間だったら実際にどうやって捕食するんだろうな。ふとそんなこと考えること、生きててある？そして実際に、カメラの前でギリギリとアナコンダに締め上げられたムツゴロウさん。最初は笑顔だったんだけど、アナコンダが本気を出した瞬間表情は一変し、骨のきしむ音が聞こえ始めたの。スタッフさん早く助けてあげないと死んじゃう。しかし、ムツゴロウさんはどんな時もスタッフに慌てて助けないように言ってたの。ええ、どうして？それは、人間が騒ぎ出すことで動物の防衛本能が刺激されることでパニックになり、さらに死の危険を招いてしまうリスクがあることをムツゴロウさんが知っていたからよ。なるほど、動物の目線に立って考えた発言なんだね。この時は、
スタッフから救出されて一命は取り留めたけどね。でも、胴体まで締め付けられてたら肋骨が折れてたかもしれないと話していたわ。そして次に紹介するのは、ライオンに指を噛みちぎられたという伝説よ。え、指が？え？これは知ってる人も多い放送事故レベルのエピソードね。この事件が起きたのは、2000年5月、ブラジルの動物保護施設に訪れ、ムツゴロウと愉快な仲間たちの収録中の時で、サーカス用に連れてこられたライオンについて、金網に指をかけながらレポーターに説明をしてた時のこと。その指にライオンが噛みついたのよ。結末が分かってるだけに聞くのが怖い。しかしムツゴロウさんはいつもの調子で無言で指を引き抜き、ちらっと指を見た後にカメラからゆっくり消えたの。え？指が噛みちぎられたんじゃないの？ええ、右手の中指の第一関節より先を失ったんだけど、それでもムツゴロウさんは動物研究家として、作家として、ライオンと視聴者に配慮してことを荒げることなく、後日、いつもの調子でテレビに出て、素人じゃないのに恥ずかしい。こんなものは傷に入りませんよ。それにあの時は私の後ろに飼い主がいて、立ち去ろうとした姿を見て、言ってほしくないと思って裾を噛もうとしたのを間違えて私の指を噛んだだけです。誰も悪くない。むしろ自分の過失でした。それでも、あの子は自分が悪いことをしたとわかってるんですよ。と、ライオンが処分されないように責めることなく、後日、そのライオンと再会したそうよ。なんて優しい人なんだ。ここまでで紹介した伝説の一部は動画も残ってるから、概要欄にリンクを貼っておくわね。と、ここまでが動物にまつわる伝説エピソードね。え、動物以外にもまだ伝説のエピソードがあるの？まあ体当たりで動物と触れ合う姿は、全部が伝説みたいなものなんだけど、ムツゴロウさんが天才、そして伝説と言われるのは、動物以外でもたくさんの功績を残しているからなのよ。そういえば麻雀が強いとか、以前の動画でもちらっと話してたね。じゃあまずはジャブ程度にムツゴロウさんの漫画かアニメかね。どこから突っ込めばいいのか。ムツゴロウさんは作家でもあって、自伝などの著書以外にも映画監督など幅広い活動をしていたのは話したわね。それで文字、映像だけでなく漫画の原作者として自身を主人公として漫画化したのよ。今でいうメディアミックスというやり方ね。さらっといろんなことに手を出す行動力がすごいよね。漫画化しているのは、ムツゴロウの箱舟とムツゴロウが行くの2作品で、ムツゴロウの箱舟は、当時、週刊少年チャンピオンで連載されており、ムツゴロウが行くは、なんと80年代前半に、小学館のコロコロコミックで連載されていたのよ。コロコロコミックで？僕も小さい頃、いろんな漫画読んだな。しかも、作画を手掛けたのは、巨人の星や田舎っぺ大将を手掛けた川崎昇氏という超大物漫画家なのよ。めちゃくちゃすごい人じゃん。ムツゴロウ王国の話を中心に漫画を展開し、今度はそれと同時期の1981年にアニメ化もするの。これはムツゴロウさんの著書である飼っていたヒグマを題材にしたどん兵衛物語をアニメ化したもので、北海道でヒグマと生活するムツゴロウさんとその家族の物語を描いた作品なのよ。さらっと言ってるけど、ヒグマを飼ってたとかマジで恐ろしすぎる。でも漫画家でも原作を書いてたし、アニメでも何か関わってたのかな。あら、いいところに気づくじゃないタヌキさん。まさにその通り、ムツゴロウさんはなんとその時に声優デビューも果たしているのよ。やっぱりムツゴロウさんは抜け目がないね。ってことは主人公のムツゴロウさんをご本人が声を当てたのかな。え？え？ヒグマの声優をやったのよ。どっちやるの？ムツゴロウさんは、あくまでも出しゃばりじゃなくて作家さんだからね。ヒグマと一緒に生活して鳴き声を熟知していたからこそ、人間じゃなくて、ヒグマの方の声を担当したのよね。ムツゴロウさん、かなりの戦略家だ。でも最近では、普通に声優業もやってるから、本当にマルチよね。そして次の伝説はパチンコかね。ムツゴロウさん自身がパチンコにでもなったの？ムツゴロウさんをテーマにしたパチンコ台 CR ムツゴロウの動物王国 MTH が2006年に登場し、同年12月に開かれた新台のお披露目会では、実際にムツゴロウさんも挨拶に出て、その場で牛の乳搾りならぬ、牛の乳に直接むしゃぶりつく荒々しいパフォーマンスを見せたそうよ。さすがのタレント魂。実際にムツゴロウさんのパチンコを知っている視聴者のコメントによると、そういえば産業からパチ台出てたな。よしよしリーチが熱いとか笑った。でもつまらなかった。一周回って面白そうなんだけど。
ムツゴロウさんのパチンコ代もあったなぁ。その頃そうまでしてお金集めないとダメなくらい借金があったのか。ってバッシングされた頃思ったことがあったなぁ。あ、そういえば時期がそれぐらいな頃と重なるんだね。そうね、2007年に東京ムツゴロウ王国を畳んでいるから、このパチンコ家もそういう事情があったのかもね。でも、ムツゴロウさんは麻雀、競馬と大のギャンブル好きでもあったし憧れもあったんじゃないかしら。テレビではそういう一面は出していなかったから、必死にお金集めしてると思われたようね。時期的にそうかもしれないけど、ムツゴロウさんの性格を考えたらノリノリだったのかも。当時の宣伝動画も残ってるから、気になる人のために概要欄にリンクを貼っておくわね。そして、最後に紹介するのは麻雀最強伝説よ。学生の頃に、宿代を麻雀で稼いでたって話が出てたね。でも、それだけで最強なんて言うにはちょっと大げさなんじゃない？確かに当時はそれで宿代を稼いでたに過ぎないけど、囲碁など頭を使う勝負事が大好きで、プロ雀士としては2012年時点で9段の実力を持っていたわ。9段って、それもプロの中でもめちゃくちゃプロなんじゃ。ええ、その時は日本プロ麻雀連盟において9段が最高段位で、まさしく最強の位置をキープしていたの。しかし、この9段のプロ雀士たちがある疑問を持ったの。ムツゴロウさんってもしかして10段以上の実力者じゃないのか。え、でも9段が最高段位ならもうそれ以上上がらないでしょ。という話から、ムツゴロウさんはある提案をするの。それじゃあ9段の人間の中で誰が一番強いのかちゃんと決めよう。というわけで2012年に新しく10段位戦というタイトル戦が創設されたのよ。まさかの立案者だったの。そして本人はこの段位戦でなんと3回も優勝しており、名実ともにプロ雀士の中で最強の地位を獲得したのよ。動物好きのイメージとのギャップが強すぎる。その実力もさることながら、徹夜を厭わない体力も凄まじく、ムツゴロウ王国で開かれていた徹夜麻雀では、誰かが倒れるまで麻雀を打ち続けることがよくあったそうよ。ムツゴロウ王国の言葉のイメージが全く別のものに聞こえる不思議。そしてこれをコンセプトとした不眠不休でハンチャー戦を打ち続けるジャンマ王戦というタイトル戦も開かれたわ。ハンチャー戦？麻雀の戦い方のルールの一つね。だいたい1回の勝負が30分ぐらいかかると思ってくれたらいいわ。そしてそのタイトル戦では、なんとこのハンチャン戦を50回も打ち続けたの。だいたい25時間、ほぼ丸1日以上やってる計算ね。さすがに頭おかしくなりそう。ただ、この勝負も第1回、第2回と連覇しており、その実力と体力の凄まじさを見せつけてるわ。そこまでのめり込むって、もはやちょっと異常なレベルだよね。というのも、ムツゴロウさんは39歳の時に、胃がん連を全て摘出しており、この時に、再発の不安に悩まされていたけど、麻雀を常に打ち続けることで、それを忘れていたそうよ。そんな過去があったんだ。でも、死を感じたからこそ、ここまでのめり込めたんだろうね。ムツゴロウさんの麻雀技術に興味のある人は、ご本人の著書、ムツゴロウ畑正憲の精密麻雀を読んでみるといいわ。さすが作家さんだ。以上が私の知ってる限りのムツゴロウさん伝説についてよ。ムツゴロウさんのいろんな一面が知れたけど、これは確かに伝説と呼ばれるわけだね。ええ、テレビで見る限りはただの動物好きの破天荒なおじさんにしか見えないけど、動物研究家、作家、プロ雀士、声優、タレントを何でもこなす、今で言うところのマルチタレントなのよね。僕が同じぐらいまで長生きしてもこんなこと真似できないな。ムツゴロウさんは持ち前の好奇心と行動力で、あらゆる分野において大きな功績を残しているのよね。私がムツゴロウさんを尊敬しているのは、そういうところにあると言えるわ。何にでも体当たりでチャレンジしてみるってことはとても大事なんだね。まあ、あそこまで動物に体当たりしてたら、命が何個あっても足りないけどね。以上が、ムツゴロウさんの生い立ちと伝説についての紹介よ。まさに波乱万丈。だけの言葉だけじゃ表現しきれないぐらいすごい人だったね。動物番組に出演していた経歴から、動物好きのおじさんというイメージの強い人物だけど、並外れた行動力で作家デビューを果たしたり、家族全員で北海道の島に移住したり、果てには熊を飼育して動物王国を開園したりと、とてもパワフルなお方で、動物王国の運営資金として約3億円の借金を背負ったものの、70歳近くになった晩年も活動を続け、執筆や講演活動の収入で約8年かけて完済しているわ。その年まで元気に活動するなんて本当にパワフルだよね。2017年10月には心筋梗塞を発症し入院。
入退院を繰り返して活動ペースは落ちたものの、その一方で家族のサポートを受けながら YouTube で過去の活動や北海道の生活について話し続け、2023年4月5日、自宅で心筋梗塞を発症した折れ、87歳でこの世を去ってしまったわ。ムツゴロウさんにはまだまだ元気でいてほしかった。今でも様々な動物番組で、いろんな動物好きなタレントさんが活躍しているけど、後にも先にも、ムツゴロウさんを超えるインパクトのある人は出てこないと思うわね。これを機に、ムツゴロウさんの出してる本でも読んでみようかな。いろんな著書が出てるから、みんなもぜひ手に取って読んでほしいわね。それじゃあ僕は、ムツゴロウ畑正成の精密麻雀を読もうかな。最近友達とネット麻雀するのにハマってるから、参考になると思うんだよね。いや、確かに参考にはなるけども、